笑えるよね。ミニチュアダックスフント飼ってるのにもらって持ってるのは柴犬のエプロンと柴犬のぬいぐるみ。ああごめんねプリンちゃん。今洗い物してるの。夜ご飯食べようって思ったけどさ、ブログ書いてたり掃除してたらこんな時間がちょっと。閉まんないこれ。医療品か。閉まんない。なんだと？しまらない。もういいよ。諦めよう。今日は、ああ、エプロンだ。今日のご飯は、なんだと思いますか？ご飯炊かなきゃ今日は。みるみる真ん中で分かれちゃう。おうち。画面はね、ごめんね。料理の時はこうなっちゃう。割れるよ、でも。いや、前髪めっちゃ真ん中で分かれるじゃん。何事？コンタクト入れてないです。今日ねあれした、クイックルワイパーして洗濯して買い物行って来ました。レポートやれよって話なんですけど、やりますね明日。明日は朝早くお仕事があるので、それが終わったらするレポート。
どこまで行っても、あー、スポンジ新しかったのにこんな色になっちゃった。買い物ね、私4択あるんですよ。4択、どこかは言わないんですけど、5択あるんですよ、5択。これ洗えてるのかな、もう一回やろう。5択あって、チャリで5分のとこと10分のとこと12分のとこと15分のとこと、あと電車で1駅行くとあるやつがあるんですけど、なんか自転車乗りたくないなって。